先ほど終了いたしました共通女子 400m リレーの決勝進出チームを紹介いたします。浜宮、学部、新井、小野、西雲、下間西、大原、伊吹台、以上の8チームリレーオーダー用紙を提出してください。先頭はまもなく 400m の通過であります。 400m は72秒。このままのペースでいきますとだいたい9分前後のゴールタイムが予想されますが、ペースはこれから上がってまいります。先頭は有明での小松くん、まもなく 800m の通過であります。800m は2分24秒このままのペースでいきますとちょうど9分であります。さあいいペースで保っておりますが、ラスト 1000m にどれだけの力を残すかであります。そして先頭はまもなく 1000m の通過、ここは一つのポイントとなります。2分59秒全国の突破は可能であります。先頭はまもなく 1200m の通過であります。3分35秒、このままでいきますとペースが上がりまして8分56秒ペース。競技中でありますが、共通男子 400m リレーの結果、1組1着加古川44秒40、2着川原木45秒31、しばらくお待ちください。
を続けます。2組1着姫路灘44秒72、45秒、50秒。